長井チャンネル。長井市秘書広報室の白田です。今日はみんなが集まる笑顔のお祭り、長井みんながフェスに来ています。会場となる市役所周辺はたくさんの人でにぎわっています。長井みんながフェスは街中のにぎわいを目的に開催されるイベントです。市役所駐車場特設ステージではけん玉広場スパイクのパフォーマンス、歌や踊りなどが行われました。市役所前にはたくさんの出店が並んだほか、子どもたちが水遊びを楽しみました。ぐるんと周辺にもマルシェが立ち並び、多くの親子連れでにぎわいました。こちらでは中高生のアイデアを実現した商品が販売されています。どんな商品ですか？黄色い部分が星のこんにゃくになっていて、食べるとおみくじが出てきます。おみくじ食べてみましょう。あ、大吉が出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。子供から大人まで笑顔で楽しんだイベントでした。ご視聴ありがとうございました。これからも魅力的な長井市をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。